山下隆は、日本の政治家、検察官、法務官僚、弁護士、自由民主党所属の衆議院議員、法務大臣政務官、内閣府大臣政務官を歴任した、香川県高松市生まれ、岡山市立の小学校、岡山大学教育学部附属中学校、岡山県立岡山三沢山高校、東京大学法学部卒業、東大時代の同期には、 芝山雅彦、古川貞治がいた。大学在学中に司法試験に合格し、司法修集終了後、検察官任官。任官同期には森本博士がいる。東京地検特捜部、法務省での勤務のほか、在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官、法律顧問、慶応義塾大学法学部非常勤講師等を務めた。 1997年、コロンビア大学コロンビアロースクール終了。2010年、法務省刑事局国際科国際刑事企画館を最後に退官した。2012年、第46回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で岡山2区から出馬し、民主党前職の津村啓介を破り、初当選した。2014年、 第47回衆議院議員総選挙に自民党公認で岡山2区から出馬し民主党現職の津村啓介を再び破り再選。2015年石破派の結成に参加した。2017年第3次安倍第3次改造内閣で法務大臣政務官、内閣府大臣政務官に任命された。2017年の第十八回衆議院議員総選挙では 旧希望の党に倉返した津村を、岡山2区で破り、参戦。選挙後に発足した第4次、安倍内閣で、法務大臣政務官、内閣府大臣政務官に再任された。2018年の自由民主党総裁選挙では、現職の大臣政務官ながら所属する石破派の、領収である、石破茂を支持したが、総裁参戦を受け安倍晋三首相が発足させた第4次。 安倍改造内閣で法務大臣に任命され、当選3回で初入閣した。また、東大時代の同期である柴山雅彦が文部科学大臣に任命され、揃って入閣した。ありがとうございます。